この一覧は、メジャーリーグのアメリカンリーグ西地区に所属する、ロサンゼルス・エンゼルスの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。なお、レギュラーシーズン及びポストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。2008年までエンゼルスのクローザーを務めた、ケイロットこと、フランシスコ・ロドリゲス。 k ロットの K は脱三振の K である。ロサンゼルス・エンゼルスは1961年の球団拡張でロサンゼルス・エンゼルスとして誕生。1966年、アナハイム移転に伴いカルフォルニア・エンゼルスと解消。1997年、地元密着型チームを目指しアナハイム・エンゼルス。2005年からロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムに解消。現在は、 ロサンゼルス・エンゼルスとなっている。チームは2011年で51年目のシーズンを迎えた。創設19年目の1979年に初の地区優勝。2002年にワイルドカードでポストシーズンに進出、ワールドシリーズ優勝を果たした。2014年時点でエンゼルスはワールドシリーズ初出場制覇を遂げた最後のチームである。現在までリーグ優勝1回。 地区優勝8回、ワイルドカード1回の成績を残している。判例、ありがとうございます。